んにちは、ジャノドルのアリちゃんです。今日はあの森崎智美さんと葉月彩さんとマイティさんにインタビューします。それでは VTR どうぞ。自己紹介お願いします。はい、日本一エロすぎるグラビアアイドル G カップの森崎智美です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。葉月彩です。よろしくお願いします。はい、このご時世でお家にいることが多いと思うんですけど、うん、森崎さんはお家で何をされてますか？うわぁ、私はね、何やろう、なんだろうな、なんか最近始めたのは、はい、ゲームを全くしないんですけど、ゲームを始めました。珍しい。そう、珍しいでしょ。みんなでゴルフっていう。あ、ミンゴルじゃん。ミンゴル？ミンゴルだ、ミンゴル。ミンゴルと、あと今さらながらドラクエを。結構前のやつをやり始めました。流行りのあつ森かと思ったんですけど、あつ森ではないですね。あつ森はね、やらない。そういうとこはやらないんですよ。こうね、なんかおじさんたちが好きなような雰囲気。よく無論ないですよね。そうです、そうです。こう始めました。ゲーム以外は何か新しいことは？ゲーム以外だとなんだろう。ゲーム以外なんか始めたわ、私。いや、だからさっき楽屋でも話してたんですけど、この生活だから、お家にいたら太るからって言って、私毎日トレーニングしてるんですよ、家で。だからやりなよって言って。そう、まだされてないんですか？私ね、本当ね、このご時世なので、ジムに行けなくなっちゃって。そうだね。で、本当、まあ1日3食ウーバーイーツになって3食ウーバーするんですか？取ってきますね。実際行ったトレーニングやっぱ絶対した方がいいと思う。ねえ、でもなんか誰かいないとできないんですよ。そこも気合い、鬼にしてるんだ。いやー、もうすごいね、ストイックだわ。すごい。じゃあ今後とはもしかしたら家のトレーニングが増えるかもしれない。頑張りたいと思います。そうですね。今回ぐるぐるで皆さん回っていただいたんですけど、今回初めての撮影でいかがでしたか？回った感想など。なんか普通乗ってたらちょっとシュールだったんですけど、でも360度って止めながら見るのか。そうなんですよ、自分の好きなところで止められるんですよ。好きな角度。恥ずかしいけど、なんかこう今までのグラビアのやつってこう、なんだろう、写真で見てる感じが多いじゃないですか。だから360度見えてこうアップにできるってなったら、なんかちょっと距離感近く感じますよね。そうだね。そうですね。です初めてだったけど、なんか楽しかったんで、みんな楽しんでもらえたらなと思います。ありがとうございます。マイティさん、結構ティーバッグとかで結構攻めた感じですけど、見てほしいポイントとかございますか？はい、やっぱ私はちょっとティーバッグ隊長なので、こうティーバッグの感じを。ティーをやっぱり。ティーをやったり。はい。じゃあティーを止める、ティーの時にこう、ピッて止めて、なるほどね、アップしてね。はい、ティーをアップしてもらえたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。というわけで、ご参加にインタビューさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、よろしければチャンネル登録といいねボタン、コメントよろしくお願いします。ジャノドルのアリちゃんでした。バイバーイ。